あなたの兄様、ゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。今日も家事、育児、お仕事、お疲れ様でございます。はい、今日はですね、お父さんについて話していきたいと思います。はい、その前にですね、私ね、さっきね、耳鼻科に行ってきたんですよ。ナータンの耳が、なんかちょっと痒そうで、こういう風にね、触ったりとかしてたりとか、抱いた時になんか若干匂うんですよ、耳が。耳をね、見たんですけど、そんなに汚くなくて、一応軽く掃除はしたんですけど、見た目は綺麗なんですよね。でもあれと思って、まあ、ね、気になるなら早めに病院行こうと思って、ちょっと今日午前中に病院に行ってきました。ナータンちゃんを病院に連れて行きます。髪の毛がチリチリ。ちょっとマスクでかすぎだろ。小顔アピールみたいになってますけど、まあ病院に行くにはマスクをした方がいいと思うので、お父さんのマスクを買ってリバッタ。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ。そしたら耳の中がちょっと炎症を起こしていて、薬をもらって帰りました。ちっちゃい子はよくあるらしいので、そんなに大ごとな病気ではないと思うんですけども、中耳炎か外耳炎かなって言われたので、薬を塗って様子を見たいと思います。皆さん、お父さんからの愛情って感じてますか？赤ちゃんの頃ってさ、やっぱりさ、あんまりさ、お父さんからこういうことを言ってもらったとか、こういう風に育ててもらったってさ、あんまり自覚なくないですか？まあもちろんね、シングルな方もいらっしゃると思うし、お父さんとも顔も見たことないよって方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、私は特に意識したことはなかったんですけど、今実家に赤ちゃんと私でちょっと過ごしているんですけど、もうお父さんの面倒の良さが良すぎて、びっくりしているんですね。普段さ、なんだろう、家事の様子とか育児の様子って基本的にビデオを回さないじゃないですか。昔とか両親にどういう風に育てられてきたかっていうのが分かんないと思うんです。だけど、その自分の娘、お父さんっていうと孫の面倒見の良さを見て、あ、自分こんな風にお父さんに愛されてたんだ、こんな風に育ててくれてたんだっていうのを巡り巡ってめちゃくちゃ感じて、今更すごく愛情を感じています。で、それもお母さんに、お父さんって私に対してもああいう風に面倒見よかったって聞いたら、いやもうすごかったよって、あなたの時は自分の娘を本当に溺愛してて、私お母さんも嫉妬するぐらいだったよって初めて聞いて、もうびっくりして、なのみたいな。で、まあ、実際何をしてくれるかっていうところなんですけども、まあ、もちろん泣いたらすぐに駆けつけてくれるし、気にかけてくれるんですよね。やっぱりね、うるさいじゃないですか。お父さんも仕事をしてるし、仕事から帰ってきて疲れてるし、休みたいじゃん。で、なんかね、泣いてたら、ほら、ゆり泣いてるよみたいな、ちゃんと世話しなとか言ってくる人、もう世の中にいると思うんですけど、もうすぐに駆けつけてくれてさ、抱っこずっとしてくれてさ、で逆にこう私が、ね、面倒見ててミルク作ってる時に一人で泣いてるじゃないですか。やっぱその間ね、前までは抱っこしながらミルク作ってたけど、ちょっと重くなっちゃって、今はちょっとね、泣かし放置みたいになっちゃってて、その間もね、こう私が言わなくても、もう勝手に自ら赤ちゃんずっと抱っこし続けてくれたりとかして、もう本当に優しいっていうかな、当たり前なのか、これはこれが当たり前なのかは正直わかんない。皆さんの旦那さんとかお父さん、おじいちゃんが、いやそんなの普通のことでしょって言われちゃうかもしれないんですけど、私はちょっとそれが衝撃的だったんです。だから、その赤ちゃんってやっぱり記憶にないけど、その当時はね、今もナータンはおじいちゃんにどんな風に優しくされてたか、どんな風に愛情注がれてたかってわからないと思うけど、こうやって巡り巡って伝わるんですよ、本人にも私にも。伝わる、今言ってること。ちっちゃい頃の記憶はないけど、娘ができて、娘とお父さんの接し方を見て、ああ自分もこういう風に育てられたんだなって、こう巡り巡って伝わるわけですよ。だ
から本当に改めてお父さんにすごい感謝の気持ちがね湧いているんです。もう面倒見の良さっていうか愛情の注ぎ方が尋常じゃないし、よくそんなに愛情注ぐのね束縛にならなかったなって思う。私お父さんにさ何時までに帰ってこいとかさ、これはダメだこれはダメだとかって言われたことないんですよ。言われたことないから逆に不思議だった。まあ、なので確かに赤ちゃんはどういうふうに愛情を注がれたかとか覚えてないかもだけど巡り巡って伝わります。だから本当にお父さん、全国のお父さん、どうせ覚えてないとか言わずに、ぜひ奥さんのためもあるんですけど赤ちゃんとの時間を作ってほしいなと思います。もちろんねお仕事本当に忙しいと思うし、疲れて帰ってきて赤ちゃん泣いてたらもう勘弁してくれよって思うよね。それは思うよ。だけどやっぱそうやって帰ってきて赤ちゃんの顔見るとか声かけるとかしてくれたら奥さんがめっちゃ嬉しいのよ。めっちゃ嬉しいし、それも赤ちゃんに伝えるよ。父さん仕事も頑張って仕事も忙しいのに帰ってきて、じゃあなんかおむつ変えようかとか、じゃあお風呂入る間見てるよとか、そういう声かけしてくれたりとか、あ赤ちゃんのこと大好きなんだなって思ったら、その時赤ちゃん覚えてなくても絶対に奥さんが伝えるし、その奥さんじゃなくておばあちゃんなのかお母さんなのか分かんないけどって思った、改めて。うん、だから私はマナータンが大きくなったら実際におじいちゃんがお世話してるとことか動画ないけどすごい伝えたいと思う。赤ちゃんが愛されてるって自覚を感じない時こそ愛情を注ぎたいなと自分自身改めて思いましたっていう動画です。自分もまあ配信とかね1日3時間4時間ぐらいしてるんですけど、うん、配信上だけ見るとやっぱり子供を見ながら配信してたりとか、ミルクあげながら配信見てたりすると、まあ、赤ちゃんとの時間取りなよとか赤ちゃんの顔見なよってね言っていただいて、ちょっとまあ誤解を招いてしまったり、まあ、確かにそうなんです。24時間ずっとこうやって見てたらいいんですけど、配信も私はお仕事としてやっているので、まあそこね誤解があると思うんですけども、動画とか以外にもしっかり赤ちゃんと遊んだりとかコミュニケーション取る時間も取らないとなと思ったので、ちょっと自分の父親母親のからいろいろまたね学ばせて今いただいて、またお母さんね3ヶ月、もうすぐ4ヶ月になるんですけど、日々成長してまいりたいと思います。まだまだ未熟で本当に赤ちゃんにとって素晴らしいお母さんではないと思うんですけども、成長をしていきたいと思いますので、はい、これからも皆さん見守っていただけると嬉しいです。ということで皆さん、ちょっと長くなってしまいましたが、本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく、よろしくお願いします。ではまたねー。